こちらが CHDF の回路図になります。なぜ効率の悪い CHDF を行うのでしょうか。この行為は本当に命に関わります。皆さんこんにちは。 YouTube 医療大学臨床工学技師の鍋です。今回は急性血液浄化療法最終回となります。最後は持続的血液透析ろ過である CHDF についてです。血液透析は見たことない方でも CHDF をやっているところを見た方は多いのではないでしょうか。ぜひ今回を機に勉強していただければと思います。それでは今日も行ってみましょう。はい、ということで今回は血液浄化療法の中の持続的血液透析ろ過、いわゆる CHDF について紹介していきたいと思います。血液浄化療法については、血小交換、エンドトキシン吸着、LCAP と GCAP の動画で説明していますので、まだ見ていない方はそちらをご覧ください。それでは CHDF についてです。CHDF とは24時間かけてゆっくりと透析ろ過をする治療方法になります。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。またねー。はい、というわけで結論は本当にその通りなんですけれども、もう少し詳しく説明してみましょう。まず基本的な原理は血液透析ろ過療法と大きな変わりはありません。以前血液透析の動画で原理を紹介させていただきましたが、簡単に紹介したいと思います。血液透析には拡散と限界ろ過という原理をもとに行う治療方法でしたね。まず拡散についてです。拡散とは半透膜を介して血液の中の濃度の濃い老廃物が濃度の薄い透析液へ移動することを言います。以前の動画ではドリップコーヒーを例に挙げました。最初はパックのコーヒーが濃い状態ですが、濃度の濃いところから薄いところへ移動し、ちゃんと全体的に美味しいコーヒーになりますよね。これが拡散という原理になります。では次に限界ろ過についてです。膜を介して2つの溶液があるときに、片方の溶液に圧力をかけることで水分と拡散では抜けないような大きな物質を移動させることを言います。透析液側から圧力をかけることで血液中に含まれた余分な水分や分子量の大きな物質を抜いてあげます。では次に CHDF の回路構成になります。こちらは CHDF の様子になります。血液側は血液透析と変わりありません。ですが後ほど紹介しますが、急性腎不全の患者さんに治療を行うことが多いため、シャントがない方が多いです。そのためカテーテルを内径および大腿静脈に留置する場合が多いかと思われます。そして血液透析と血液ろ過を同時に行うため、透析液はヘモフィルターに供給されます。補充液は血液回路内に注入されます。透析液側の出口から透析液と補充液ともに排液されます。ですが普通の透析装置とは異なり、透析液や補充液はローラーポンプで処理を行っています。血液透析の装置はローラーポンプは血液ポンプだけですが、 CHDF では血液、透析液、ろ過、補充液と4つのローラーポンプを使用します。こちらが実際の CHDF の回路図になります。このように血液、ろ過、透析液、補充液と4つのローラーポンプを使用します。次に HDF と CHDF の大きな違いについてです。まずそれぞれの治療条件を見てみましょう。治療条件は施設によって異なるかと思いますので、こちらはあくまでも目安となります。この条件を見て何か気づくことはありませんか？ CHDF は HDF と比べ全体的に流量が少ないですね。そしてよく勘違いをされる方も多いのですが、透析液流量を見てみてください。実はこれHDF では単位がミリリットルパーミニッツですが、CHDF ではミリリットルパーアワーとなっています。ですので単位を同じとすると5ミリリットルパーミニッツということになりますね。ということは CHDF は HDF に比べ100分の1程度とめちゃくちゃ効率が悪いということになります。ではなぜそこまでして効率のいい HDF ではなく効率の悪い CHDF を行うのでしょうか？それでは CHDF のメリットとして解説したいと思います。一つは CHDF は循環動態の悪い重症患者さんに対して負担を少なく治療を行うことができます。
簡単に言えば血液透析を回すほどの元気がない患者さんということになります。もう一つは薬剤や輸液を投与しやすいというのがあります。以前透析の動画でも紹介しましたが、薬剤は分子量の大きさや結合率によって透析中に薬剤を投与してしまうと透析で抜けてしまうことがあります。 CHDF は1日24時間かけてゆっくり治療をして透析よりも効率が悪いので薬剤が入れやすいというメリットがあります。最後に CHDF の注意点になります。まず圧力監視に注意するということです。 CHDF は1日あたり24時間継続して行う治療方法になります。先ほども説明しましたが、 CHDF を行う方は重症患者さんがほとんどです。僕の経験上、炎症反応が上がっていたり DIC を起こしていることが多い印象です。こまめに変血圧や DMP を監視し、回路凝固をいち早く察知しましょう。そして透析でも同じことですが、 CHDF はさらにバランス管理が重要になります。バランスとはどのくらい食事や輸液も含めた水分が入り、どのくらいおしっことして出たのかを計算することを言います。体から出る水分よりもたくさん輸液をしていたら、バランスはプラスに傾き、どんどん体重は増えていきます。 CHDF を行う際は輸液や輸血を入れることが多いので、 CHDF で除水をしたいということが多い印象です。この患者さんは除水がしたいのか、それとも輸液をしたいのかという治療方針をスタッフと情報を共有しながらバランスに注意してください。そして最後に、重量制御型には注意ということになります。何のこっちゃという方も多いかと思いますが、結構重要なことです。 CHDF で補充液や透析液をポンプで送る際、送っているのは時間で 300ml のはずなのに、引いているのは 350ml だと、除水をかけていないのに1時間あたりに 50g ずつ体重が軽くなってしまうということになりますね。ちゃんと 300ml 入れた分は 300ml 引かなくてはいけません。そのバランスを保つのに、流量バランス制御と重量バランス制御という機能に分けられます。そして重量バランス制御というのは、ハンガーに補充液をぶら下げ、装置の荷台に置いてあるタンクに排液を捨てていきます。ハンガーと荷台はどちらも重量計になっており、重量を常に監視しています。そのバランスが崩れた際に、ポンプは速度を変えて補正をしてくれるという機能があります。ということは、ハンガーや荷台に何かが引っかかっていたり、物を乗せてしまうと、それに勘違いしてしまった装置が補正をしてくれます。そのことによりバランスが崩れてしまいます。ですので、ハンガーや荷台には極力触らないように気をつけましょう。今週も最後までご覧いただきありがとうございました。気になったこと、質問等はコメント欄へお願いします。この動画が良かったと思った方は高評価ボタン、また他の動画も見たいと思われた方はチャンネル登録をお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。またねー。